お疲れ様です。本日はね、J リーグ第5節、浦和レッズ対アビスパ福岡のね、試合を振り返っていきたいなと思います。はい、この試合なんですが2対1で、ホーム浦和レッズ勝利というね、試合になっております。いやー、この試合ね、本当見どころ、たくさんありましたね。まあ浦和に関してはね、本当各タレントがね、まあ試合出場を果たしたりだとか、まあストライカーがね、得点を取ったりだとかね、本当にこう、見応えのあるゲームだったなと思います。アビスパサイドとかはね、まあザヘディ選手のね、ものすごいシュートがあったりだとか、あとね、戦術面をね、しっかり全選手が理解して、まあショートカウンターの徹底だったりだとか、あとね、相変わらずの今野選手の活躍だったりだとかね、まあ本当にね、見応えのある、ゲームだったなと思います。はい、早速ね、試合の方を振り返っていきたいなと思います。はい、まずはね、アウェイのアビスパ福岡の方なんですが、そうですね、まあ前節に続いて、今回もね、まあ3点からね、2点に減ってはいるんですけど、まあアビスパならね、1か0で、抑えてくるね、ディフェンス力があるので、ちょっとね、この2点取られちゃったのはね、痛かったなという印象です。はい、ただね、浦和の攻撃陣がね、これだけいろいろ出てきてね、浦和の仕上がりもね、非常に上がってきていたので、まあちょっとね、しょうがないって言ったらしょうがないですけど、ただね、アビスパ自体もね、悪いわけでもなく、狙ってるね、ショートカウンターのね、攻撃っていうものをね、徹底できてましたし、そんなにね、まあ、試合負けはしましたけど、そんなに落ち込むほどの、まあ、ね、引きずるような負けではないのかなと、個人的には思っております。はい、それとですね、このザヘディ選手ね、えぐいですね。いやー、距離からね、シュート打つ、さすがね、中東の選手だなと思いました。本当にね、西川も反応できない位置というかね、予測不能な、ね、位置からね、よく振りましたよね、左足。やっぱね、こういう選手をね、獲得できるっていうのはね、アビスパ本当に大きいなと思います。はい、あとね、今野とね、このザヘディ2枚でね、攻撃完結できるっていうところもやっぱね、魅力的ですし、やってるサッカーはね、アビスパはしっかりね、わかりやすく、できていると思うので、あとね、この失点の部分をね、いかにゼロで抑えて、そして攻撃の部分をね、しっかり少ない人数で、前に押し込めるかっていうところがね、課題なのかなと、思っております。このね、カウンターに関してはね、ちょっと、まあ、アビスパが悪かったっていうよりはね、レッツが良かったですよね。ホイブラーテンだったりのね、潰しだったりね、しっかりケアしてましたんで。ちょっとね、これはレッツが、良かったというね、ゲームだったんじゃないかなと思っております。はい。で、対するね、レッツの方に、話を変えていくんですが、いや、まずね、誰から行こうかなというぐらいね、スター選手がいるので、まずね、サンタナ選手ですね、PK 決めて、決勝点ですね、よく奪いましたね。いやー、この選手ね、中央での個人技での崩しっていうのもね、もうめちゃくちゃね、スケール感感じましたし、まあ、本来のね、サンタナだなというプレーが戻ってきてはいるので、あとね、本当流れの 中でのね、得点っていうものはね、もう本当にこう、あと少しのところまで来てるので、ぜひね、ここをね、しっかり決めきるっていうね、もう本当、浦和の真のね、ストライカーになってほしいなと思っております。はい、あとね、なんといっても渡辺龍馬ですよ。渡辺龍馬ね、まあ、サイドバックで起用が多かったんですけど、まあ、今回ね、ちょっと前の位置に入って、非常にね、渡辺龍馬がね、自由に動くと、本当に、アビスパのね、この硬い守備の中をね、こう、うまくね、立ち位置振る舞って、こう、嫌なところにね、ボールを通すので、非常にね、効果的だったなと思いますね。あと彼のね、ポジション取りの良さでいろいろね、ゴール前で、ボール転がってくるシーンもありましたし、まあ、得点も取ってますんでね、渡辺龍馬、非常にね、まあ、第6節もね、この渡辺龍馬のね、自由さっていうのをね、ちょっと大切にして見ていきたいなと思います。はい。あとね、グスタフソンもね、まあ、パス一本にしてもね、すごいおしゃれですよね。このサイドチェンジのボールだったりとかもね、すごい回転がかかってたりだとか、あと、シュートのね、もう威力も抜群ですし、ほんとこの選手ね、ほんとプレミアをね、プレミアの選手なんじゃないかってぐらいね、それぐらいの、ちょっと異次元さがあるというか、規格外な選手ですよね、グスタフソン。非常にね、見ていて、ちょっとエレガントというかね、いい選手ですよね。はい、あとね、前田直樹のところは相変わらず、すごいね、
攻撃のね糸口となってましたけど、宮ね頑張ってね抑えてましたね、しっかりマンツーマンで、1対1のところね簡単に負けないっていうね、ところをね見せていたので、まあでもねそれでもちょっとねここをね、抑えていくっていうのはねちょっと至難の技なのかなと、やっぱ中央切ってもね中切れ込まれちゃって、で中にねフリーの選手がいるっていうのはね、まあどうしてもねまあ前田直樹攻略っていうのはねちょっとまだまだ難しいなと思いますよね。前田直樹にねボール持たせたらちょっとね今日本のサイドバックでね完封できる選手はね、誰なんだろうっていうぐらいねちょっと疑問に思う点なので、前田攻略っていうのはねちょっとまだまだ難しいのかなと思いました。はい、あとねディフェンスの選手なんですけどホイブラーテンですよ。いやめちゃくちゃねこの選手のねラインコントロール、ショルツがね出ていなかったのでもう本当前のね起点の潰しというかねインターセプト、アビスパのね攻撃を自由にさせないっていうねところがね非常にこう目立ちましたよね。ホイブラーテンはねやっぱ本当にこう世界最高峰レベルのねディフェンスなのかなと、思いました。いや本当にねいいところを目ついてましたね。はい、であとね大久保だったりも久しぶりに見ましたし、中島翔也のね、チャンスメイクっていうのもね非常に多かったので、いや裏はどんだけスター選手いるんだよっていうね、もう本当交代選手までもね非常に楽しめるっていう、でなおかつねこういった選手がね自分の色を出してプレーしていくっていうのがねもう何よりもね楽しかったですよね。でこのね、2対1で勝ち切れた勝因っていうのはねやっぱ3点目をね、取りに行く姿勢っていうのがね非常に良かったのかなと思います。はい、まあレッツそうですね、まあ第4節時点でね仕上がりが70から80%ぐらいなのかなと思っていたんですが、もうね乗ってきたと言っても過言ではないぐらいねいいですよね。もういろんなところでねやっぱレッツのクオリティっていうのは非常に高いですし、もう各ポジションね、もうとにかくレベルが高いというか、あとね岩尾とかもね入ってくると非常にゲーム落ち着きますよね。レッツこれから来るんじゃないですかね、なんかそんな予感もしてるんですけど、まあとにかくもうタレントが多いんでね、まあ前田直樹なんかね今頭一つ抜けて、活躍してますけど、ここにね渡辺龍馬がね、2人目の、ちょっとね攻撃の糸口になったりだとか、こうやってね大久保が来たりだとか中島翔也が来たりというね、本当ね手のつけられないレッツっていうのがね早くもね、誕生しそうですよね。ちょっともうレッツに関してはねまあ、第6節もちょっとね追っていきたいなと思います。はい、アビスパねまあ、やってることは悪くないんですけどね、ちょっとなかなかねまあ、上位チームというかね、ジェイク氏の前、FC東京にしても、レッツにしろね、非常に J リーグの中でクオリティの高いチームっていうところでね、なかなかアビスパのこう色っていうか、アビスパのサッカーをね、しっかり研究されてるなというね、印象を受けてます。まあ、アビスパね、本当に今度中心にね、まあ、ザヘリーも加わってね、あと、岩崎のね、ボールカットなんかもね良かったのでね、前にスピードある選手、爆発力のねある選手がいますんで、まあねこれ第6節以降ねアビスパらしいサッカーしてね、しっかり少人数でゴールを決め切る、そしてね守り切るっていうね、こういったアビスパのねサッカーを見せていただけたらなと思っております。はいはい、今日はねこんな感じで終わっていきたいなと思います。アディオス。